こんばんは,ー <laughs> こんばんはー。こんばんは。こんばんは。やっほー。ハートありがとうございます。照明は変えてないかもう。なんか違うかな。どうですか。今日。ハーフツインをしてみました。 どうですかねメリーちゃんの真似 <laughs> あすごいいっぱいペンライトとかマシュマロとかありがとうマシュマロ大好きありがとう <laughs> あマシュマロのなんか花火ありがとう 最高ありがとう流れ星なんだこれありがとうありがとう <laughs> こんばんはーメイクもしてるのそう久しぶりに朝じゃないからね朝配信してたけど 久しぶりに夜の配信なのでやっほー <laughs> 今日は公演でしたね <laughs> やっほーハ普通ツイですなんか可愛い髪型にしてみようと思って ちょっとご損失になっちゃったそうあさっと久しぶりに劇場コイン行くありがとう前髪決まってますね本当ですか固めてない <laughs> そうこんにちはあ違う こんばんば間違えちゃったえっとね今日はねまた前みたいに質問に答えていこうと思って <laughs> あそうだなんかお友達アルミ好きのお友達からグッズが届きましたって来たんだけど皆さんも届きましたかグッズがそ <laughs> うだ 充電がなんかバレンタインの届いたありがとうイエーイあと今新しいうさぎさんの生写真も発売中なのでぜひゲットしてみてね いつも時間がなくなっちゃうから先にスクショタイムしようと思います <laughs> ポーズ何がいいですかね3月だからうさぎさんにしてみようかなはいチーズイエーイ <laughs> あと何がいいかなうーんひろかっぴョンかわいいなんか <laughs> うさぎさんみたい普通にハートとかいっぱいハートが来てるのでハートとかにしちゃいますかはい チーズももポーズももちゃんから教えてもらったんだよねこんなかなはいチーズ イェーイ <laughs> うーん迷うな八。はいチーズイェーイいいですかね <laughs> 今日は時間ギリギリになってスクショタイムにならなかったのでセーフです今日のねとりあえずのミッションはクリアです <laughs> じゃあ質問に答えていこうと思います前はね好きな星座まで答えたから次は好きなアイスについて答えようと思います <laughs> うんとね、私の好きなアイスはパルムですあとあの名前忘れちゃったんだけどなんかアーモンドが砕いてあるチョコがかかったアイスが半分とクッキーでサンドされてるアイスが半分のアイスわ <laughs> かんない何て言えばいいんだろう何アイスだろうあれ。 ななんだっけねなんとかアイスが好きなんか多分パルムと同じ会社のとこなんだっけなー名前忘れちゃったなんかどっち側からでもあきれてチョコ側から食べたかったらチョコから食べてあの クッキーサンド側から食べたかったらクッキーの方から食べるみたいな分 <laughs> かんない名前が分かんないうーんなんかこれぐらいのやつ <laughs> あとパピコもめっちゃ好きだしうーんなんだろうと雪見大福もめちゃめちゃ好き美味しい大好き ガーナのチョコクッキーさん多分それ絶対に多分それそれ絶対にそれ <laughs> なんかお得感があって大好き <laughs> そうパピコ大好きなんかパピコもさなんかお得感あるよねわかるなんかねパピコのぶどう味があるんだけどあれ本当においしいびっくりするほどおいしいよ <laughs> そうアイスはねいつ食べてもおいしいからねうんうんあとスーパーカップもめちゃめちゃ好きだしうんうんでもアイス基本的に大好きかも。 かなおすすめのアイスあったら教えてねー <laughs> ハーゲンナッツは本当に食べない高級すぎて <laughs> そう本当にお母さんに買いに行くみたいな <laughs> そういういい時しかないかなもでもなんかアイスの味だったらチョコミントが一番好き大好きチョコミント <laughs> そうですかねピスタチオね食べたことないんだけどねももちゃんがピスタチオめっちゃ好きだった気が分かるうん <laughs> その記憶がすごいあるうんもうずっと「うまっうまっうまっひろかうまいわこれ」って言ってた <laughs> 結構似てるかもでももっとかわいいよももちゃんの言い方はでもなんか目が ててててなななっっっっうまた <laughs> なんかこんな顔じゃなかったでもそうでもすっごい美味しそうに飲んでた記憶ある <laughs> そう笑いが止まらなくてその時に <laughs> かなうんじゃあ次の質問は 名前の由来はです名前の由来はえっとねそうメモったんだよね広い範囲で花を咲かせ人生を彩って欲しいだそうです <laughs> なんかそのまんまなんですけれども <laughs> なんか私ね多分っていうか お母さんも言ってたから本当のことなんだと思うんだけどなんかお母さんがそのあ違う私がもし男の子で生まれてきてたら8月8日生まれだから絶対エイトって名前になってたらしいのね <laughs> <laughs> エイトだったらしい私ヒロかカッコエイトなの名前的には <laughs> うん 女の子だったらヒロカでも男の子だったらエイト <laughs> 漢字はよくわからないけどなんか8だから8の英語は8だから佐藤エイトになってたかもしれないんだよね。<laughs> っていう話は聞きましたそう。あと、ね、あととねなんか 広かって広い花って書くんだけどなんか広かじゃなくてなんか別の名前の候補もあってでその名前になんか夏生まれだから夏っていう字も入ってたみたいななんだったかね忘れちゃったけど <laughs> そうその話をしたかったの佐藤エイトだったかもしれないっていう話 <laughs> そういう話をしたかったじゃあ次の質問いきますお大型です <laughs> なんかよく「大型っぽい」って言われるけどどうですか何型っぽく見えた私。<laughs> あでもねなんか「めっちゃおうって言われるかも <laughs> そう「<laughs> A」ではない <laughs> それも言われるでもなんか「変なとこ几帳面だよね」って言われる。 なんかご飯の食べる順番とかが絶対に全部一緒だったりとかあとなんかね私本当にずっと思ってるんだけどなんかダメな癖っていうかホワイトボードになんかマグネットとか貼るじゃん名前とかの。そのマグネットがぴったりじゃないともうなんか <laughs> なんんかねうーんってなる <laughs> イライラはしないんだけどなんかねそうあとなんかお部屋の掃除も別に嫌いじゃないんだけどそのなんかねなんて言えばいいんだろう 筆箱の中身とかは常にきれいにしてたい <laughs> メリーちゃんから髪型可愛いですねってきました圧がすごい圧で <laughs> そうでもなんかめっちゃ 周りの人には「王って言われるから「大型っぽい」「王です。<laughs> かなえっもうあと5分なんだけど教科書により目をつけ絶対ダメやだ絶対にやだ <laughs> 絶対にやだー <laughs> そう私は。 お母さんも大だし、お父さんも大なので喫水の大です <laughs> <laughs> そうそう、あともう四分んあ、駆け込みはめっちゃするでも、折り目つけるのは NG <laughs> あの単語帳とかは赤シートをしおり側にしりにしてるいつも <laughs> 折り目は絶対につけないです <laughs> 落書きもめっちゃするよ大丈夫早い <laughs> あ,あと三分あとじゃあもう一問だけ コンシューマーゲームはするのって来たんだけどそのコンシューマーゲームって何と思ってなんだろうって思って調べたらなんかテレビに接続する <laughs> テレビに接続するあのゲームの話らしいんだけどスイッチとか PS5 とか PS5 はめちゃめちゃ欲しいって思っててでスイッチは。 コンシューマーゲームとはちょっと違うんだけどそのお母さんがスイッチライトを持っててスイッチライトねでお母さんが熱盛りしててスイッチライトで <laughs> だからそのスイッチライトを使って <laughs> そうお母さんが持ってるのでそこでいろいろテトリスとかしてるうん 友達ともねよくやってるでもお母さんはあつ森はなんかゲームっていうかなんかもうねゲームななのかな日常の一つみたいになってるか <laughs> 年越しのカウントダウンとかもさなんかあつ森の世界でやってて <laughs> 面白かった、うんまあ、私は今年もね地球にいなかったので。 年越しの瞬間ずっと浮いてたので <laughs> 2012年からもうずっといないよ地球には私 <laughs> 毎年ジャンプしてるのでうん <laughs> そう株の取引がお母さんすっごい上手だから <laughs> そうだからね 皆さんもぜひ熱盛をやってみてくださいやばい本当に終わっちゃうねそれじゃあ土曜日の公演でお会いしましょう土曜日も配信しようと思ってるので朝だけど <laughs> よろしくねバイバイ